おはようございます。おはようございます。はい。まあ、今日は緊急企画ということで。はい。ちょっと、あの、P. C. R. 検査とか、そういうことについて話したいと思います。はい。あの、さっき、あの、さがでちょっと話して,て、傷ついたんですけども。あの、この、この検査っていうのは。決してピンポイントでコロナを捉える。検査でないんですよ。もともと。性病の検査として始まったんです。だから、何の検査かというと。一番大きなクラミジア。 まあ性病として皆さん、まあ、名前だけご存知だと思うんですけども、ほとんど無症状なんです。特に女性の場合は。その感染してないかということを調べるために始まったのがこの検査なんであの、この検査で陽性が出たからといって、新型コロナにかかっているとは限らない。というか、おそらくほとんどは、この陽性が出た人たちのほとんどは、新型コロナとは全く無関係だと思います。 だからマスコミも昔は感染者とか言ってたのが今は陽性って言ってます。もうそこら辺はまあ誰が、まあ、リークしてる側が言ってるのかマスコミが言ってるのかわからないけれどもきちんと使い分けていると思います。だから後になって270何人で出,て出て過去最高ですとか言ってても後になって実はその9割がクラミジアでしたとか言って 誰も報じません。マスコミは、とにかく大きい数字が欲しいだけなんで、大きい数字を報道して、ギャーギャー騒ぎて視聴率を取りたいだけなので、それが一体何を意味しるかということに関しては、一切報道しません。だからこの PCR 検査で韓国とか他の国が非常に早く対応できたっていうのは、そのキットを持ってたっていうのはどういうことか。それはわかりますよね。もう そういう国としか言いようがない。日本では月に1回検査しているのが他の国では週1回の検査である。だからキットが山ほどあった。そういう状況でしかないわけなんですよ。だから結局これからもしこの危機的状況っていうのがあるとしてそれを煽ろうと思ったらこのキットを使ってもっと地方のそういう風俗店なんかに行って。 検査をする。そしたらもう山ほど見つかります。ただしそれが新型コロナであるかわからない。後になってちゃんと調べたらクラミジアだったっていうことが非常にあり得る。もうそういうことをマスコミは一切報じません。なぜなら視聴率が取れないから。視聴率が取れることしかやらない。もうそれが今の状況だと思います。でも、まあクラミジアだったとして、まあ、ほとんど まあ、男性の側にされ痒みが出たりすることはありますけれども、死んだりすることはないんですよ。だから、これだけまあ蔓延してる、蔓延というか、その広がってるわけで、それをこう、利用して、だったら、これを利用して、感染者を増やそうよっていう人が、やっぱり中にはいたんじゃないかと思うんですよね、これに。でまあ、僕なんかもその前に、この、 チャンネルででやっったたととにほんんどなす言その中にはこのクラミジェも含まれたんですけどもちょっと皆さんに伝わってなかったというかもう浅川座長にさえ伝わってなかったっていうのはちょっと残念だったんですけどもあの本当にそういうことを利用するんですよマスコミとかそういう政治家とかいうのは自分の再選しか頭がない自分のなんていうかなこう立身出世というかそこしか頭がない人たちは何でも利用します。 で、みんなが無視なのを何でも利用する。もう、まるでこの PCR 検査がコロナをピンポイントで取ってくるような印象操作を振りまいて、それさえやって、それで陽性であればコロナ陽性であるかのような印象操作をする。本当に間違った世の中になったなと思います。というか、まあ、世の中ってそういうもんなんだと思います。その危機になったら危機を利用する。危機っていうのは 利用される側も利用する側も、まあそういう危機をくぐり抜けて生きてきたんだなっていう気がしますけれども、やっぱり今回の、もう単にクラミジアの検査してや,やってるだけの話を、まるで新型コロナっていうふうな形で報道し続けてるっていうのは、どうかなってやっぱり思いますね。というか、それあの、現役の医者とかも気づいてるはずなのに、 もう、医師会の会長が、もう、ギャーって言ってしまったらそれに従うっていうのは、まあ、どうかと思います。まあ、僕なんかもそれは、あの、何にもしがらくないから、これって勝手に自由なこと言ってますけども、まあ、しがらみがある人たちも、もっと、こういう事態はおかしいんじゃないかってことを、まあ、声を上げるべきなんじゃないかなと思います。以上です。うん ちょっと気になるんですけど、例えば、はい、男性で症状が出てかゆ、はい、いんですけどとか言って、そういう性病科とかに行って検査しましょうって言ったら、PCR 検査するんですもちろん、もちろん、で、うん、どの薬を使うかっていうのは決める、うん、だからその時には<っ>、うん、はいはい、だから、行、まあ、ったことないから分からんけれども、だから、 リン病と,、ね、とかやったらあの <laughs> 失明の可能性があるからあのかなりちゃんとやるけれどもクラミジの場合倍速までないから、まあ、どういう検査するのかしないけどでピンポイントで出るわけではないってことですねもちろんそうだから、うん、DNARNA のどの部分に反応するかによるから、まあ、生き物っていうのは DNARNA 共通して持ってるわけだから あの全く独自のものを持ってるわけないからねだからある禁煙のものは禁煙のもので近いものを持ってるその禁煙のものをピンポンピンポンじゃないけど捕まえるしかない,からないわけだからある1種類を1種類でピンポンって捕まえることはできないでそれも海外の人もそれは分かってるけど PCR 検査でやってるってことですそう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 でもう薬がないわけやから 症状で対症療法でやっていくしかない、うん、だから日本でもクラミジアに効く薬をやってみて効かなければまた別の病気やなっていうふうにやってる一個一個試していくしかない、うん、まあそれは性病のことは知りませんけどね、うん、かかったことないからでもまあ検査が検査で白黒はっきりねつくんだと思ってたつかないつかない絶対つかない だから陰性,にか陰性に関しては99%つくけれども陽性に関しては7割やから3割はつり抜けてる、うん、だからまん延するんやクラミジアなんていうのは、うん、だから10人感染してても7人しかわからない、うん、だからあとの3人はうつし続ける、うん、いやそうだけどだから そその検査も R 検査査もうう PCR すするってことなんですね、うん、そういう場合。第事段階ではね、うん、あそのためのキットない。別に新型コロナのために作られたキットじゃないからそうか、うん、それが似てたってことなんですねなんかその遺伝子がそう遺伝子まあ、うん、遺伝子っていいのか DNA か RNA かわからんけれども、うん、似てるってこと、うん、その似てるものは全部ひっくるめて あの捕まえてしまうと。うん、だから今陽性陽性だから本当にうまいのは感染者って言わなくなったよねたけど、うん、だから前の時は言ってた確かに感染者だから、うん、って、ま、症状があってきてるわけだから、うん、感染者にやったら間違いないけど今はある特定の層を見つけて来てくださいって言ってやってるわけだから、うん、陽性としか言えない。 うん、本当に完成してるかどうかは言えないだから単純比較はできないなのに単純比較してギャーギャー言ってる、うん、というのが今の状態、うん、お医者さんにもっと言ってほしいですね専門家がいるんでしょうからね言わないよ医者なんて、うん、いやーでも言ってほしいですねだって医師会の会長がさ、うん、危機的状況ですって言ってるとこで、うん、いや違いますとは言えないよ、うん、だって医師会の会長だってこの間選挙があったとこやん、うん やっぱ支持方がめしっかりやりたいからね。うん。民主主義っちゃ、そういうもんですか。うん。わかりました。うん、はい。はい。はい。ということです。ありがとうございます。はい